ということでね、マジックお土産開封第2弾。おでね、マジックやっぱ興奮するときたくさんありますけど、お土産開封するときは一番興奮するよね。間違いないね。はい。っていうのをやりつつ、じゃあこれ開封しよう。これなんだろう。これはマジで何？何これ？ん？何それ？スターター。え、これなんだ？ご飯とかじゃないの？いや、この辺のね、マジックね、分かりづらいんだけど、ご飯かな？でもリパックの可能性高くない？これ。ちゃう？分かんない。もう何が何だか分からねえけど、うわーってかこれ、シールがっつり貼られてるからダメだ。袋はもう犠牲になった。箱は犠牲になった。箱は犠牲になったけど。そして出てくるのは？あー、え？え？ちょっと待って。夢のカード。4班じゃん。失礼しました。4班のカードがたくさん。すげえな、白くね。どう楽しめと、これアイロンスターあれなんか、え、これってさ、こういうやつっていうか、これマジで知らねえぞ。これ使えるカードはあるのでしょうか。やばい、久しぶりにマジで何を話していいか分かんないぞ。ライフタップ2万のエンチャントでゲインワンライフは青のように回復する。イーチタイム、フォレストバイターゲットフォンに自分のタップで各ターンに1点回復してタイムフォレストコントロールとバイターゲットフォンに全然意味わかんねえな。各ターンに相手のタップしてる森の数だけライフ回復するんだよ。1タイム、あ、フォレストがタップするたんびだ。え、マジで1枚対戦相手のフォレストがタップするたんびに、うん、自分のライフが1点回復する。だそうです。となるとちょっと強いね。青ダブシンだけあるわ。これもう本当に知らねえカードばっかだ。これなんだ、2711でドローカード。普通のルーターノットランディスカード。え、それが土地じゃなかったら捨てる。あ、本当だね。え、じゃあ公開するってこと？それともあ、これ土地だったわって嘘ついてハンドに入れていいの？読むのが大変。読むのが大変っていうか、もう、え、これどういうやつなの？なんか全然わかんない。スターターなの？それともなんかこういう、あ、もう決まりきったセットなの？ちょっと検索して出しておきましょうか。キャッスル2枚ある。これでもそう、一番大事な匂いだわ。なんだろうこれ、児童館みたいな匂いがする。子供なの？子供っぽい。いや、なんかその昔児童館はこういう匂いだったなと思って、これもすげえ。てかね、昔のカードね、知らねえと読まなきゃいけないのが、ここでね、英語ができるかできないか出るよね。1までゲインワンライフ、もう強くない？1まで1点ゲインしてるよ。うん。で、ホネクリーチャーイズプットイントグラブヤードフロムプレイユーズタイムエフェクトオンリー1タイムクリーチャー、墓地落ちた時にしか使えねえと、そういうことだよね。え、クリーチャーイズプットイントグラブヤードフロムプレイ、え、墓地から出たときに、あ、クリーチャーイズプットイントグラブヤード、墓地に落ちたときフロム、あ、なるほどね。戦場から墓地に行ったときにしか使えなくて、一旦に一回しか使えないってことが、うん、クリスタルロッドのが聞いたことあるの。でもこれね、ちょっと待って、加速していかないとこれだけで終わっちまうよ。これ白黒のデッキみたいなこと？え、違う、これデッキじゃないと思うよ。なんかもう全部のカードとりあえず入ってる的なやつじゃない？ああ、そう、緑の。え、なんか、あ、でも、おきれいな島できたよ。あ、いいじゃん。これはね、この島いい、あ、やっぱりこれ、なんか、あれ、これでも構築済みデッキっぽいな。うん、そうだよね。てか、なんかこれも凝ってるな。昔こんなにいちいちイラストレーターがしっかり描いてたわけだもんな。あ、ダリチュアル。あ、これ多分ね、あ、あ、違うわ。これ根のが、あれか、ハンモか。この2枚は普通に、逃走者とかでも使えるな。ということでね、ちょっとこれは結局何？何だった？これ誰からもらったやつなの？誰から？ミントは船越さん、うん、いや、これ船越さんがねくれたね、この4班のね、これな、構築済みデッキかなをね、ダイジェストでお送りしました。高いカードとか
あったら教えてくれると助かるんですけど、なんか本当に知らないカードばっかだったんで、ちょっとこれ説明をうまいことできなくて、自分の力不足に、なんだろう、ものすごい恥ずかしさを感じております。じゃあ次、これこいつはなん、お、なんかパックじゃん。ん、え、待って待って、また知らないの書かれたら困るぜ。あ、あ、この色何、何これ、マジで想像もつかないんだけど、え、でも古いな、なんだ、ネメシスとかかな。ダーン、うわー、アングルードじゃん。アングルード、アングルードじゃん、すごくない当たりこれ、もしかして。アングルードだって今買ったらその1000円以上するでしょ。やべえ、これもちゃんと英語読めなきゃダメじゃん。超楽しそうじゃん。いや楽しそうじゃなくて、その英語が読めるかどうかなんだが。そうだね、頑張ろう。気になるのは、うわー、またね、特殊処理するからね。そうなんですよ ね、難しいよね。あ、でもさ、じゃんけんのクリーチャーいたよね、アングルードって。だから3枚あると、そのじゃん、あ、もう早速できた、じゃんけんチョキ。チョキ？これ一応あのじゃんけんのグーチョキパーがモチーフにされているクリーチャーだったと思う。で、これチョキがモチーフのキャラクターだから、これあるとね、あのそのじゃんけんがはかどるから、あとグーパー欲しいところ。そうね。あ、すげえ匂い薄味だな。てか、ちょっと長らくパックされてて、薄くなっちゃったのかな。これなんだろう、なんか巨大化の変なのね。サイコロ投げてターゲットクリーチャー、あ、なるほどね、サイコロの目だけ修正受けると、だからまあ最大66修正と、ナイトオブザポーキーポーキー、ポーキーポーキーってさ、なんか向こうのスラングかなんか知らないか、知らないね。で、まあ2万2にファーストストライクで2万払うと、ドゥーザホーキーポーキー、ホーキーポーキーするって書いてある。ホーキーポーキーってなんだよホーキーポーキー教えてくれよ。あ、トークン、羊トークン、羊、これいいね。羊トークンって何に使うんだろう。なんか最後の方の枠がもうぶっ飛んでるけど、でーん、これなんだ、これスプツラザオイージーズ、4モナで4モナタップでサクリファイス、これをやると Put into the from your hand any card from アングルードサプルメントって何、まあ、アングルードの何かを持ってくるんだ。どっかからアングルードのカードを持ってこられるってことだよね、まあ、ハンドに。プレイフロムユアハンド。あ、そうだね。え、手札から出していいじゃないの。プッと。あ、あ、最後見ちゃったよ。これはあの、これビッグフューリーモンスターだよ。名前書いてないけど、あの、ここにあの、もう半分があるんだよ。そう。俺これあの、気のせいかもしれないですけど、どっちか片方だけやたら出にくいと思うんだけど、なんか俺片方だけやたら見て、もう片方全然見てないから。こいつすごいんですよ。あの、両方あって初めてクリーチャーになるカードで、で、これ16なのだっけ？ 7 だっけ？ 1、2、3、4、6、8、17万だね。17万は90、90。99、99っていうね、とんでもないレシオのクリーチャーで出た時に、あの、クリーチャー全部破壊だったっけ？っていうね、そのサンダーボルト的な CIP も内蔵してるクリーチャーで。でこいつあの両方あって完成なんですけど、この両耳にね、あのすげえ強いクリーチャーがイヤリングにされてるわけですよ。こっちなんだろう。あと、もうあのここにね、あのかの有名なリヴァイアさんがイヤリングにされちゃってるんで、あの重々の リヴァイアさんですらイヤリングにされちゃうほど強いクリーチャー、ビッグフューリーモンスター、そして島、いい島これね、かなり当たりだと思う。ビッグフューリーとかあのブラッカロータスとか結構高かった気がするんで、ネタ枠として高い。そう、ありがとうございました。フューリーモンスターは統率者には指定できないのかな。レジェンダリーだよね、うん、でーん、これは何だろう、くじかパック、だから元がいくらのパックだか分かんないからさ、これが100円だったらあんま期待しないし、1000円だったら超期待しなきゃいけないし、てってれん、黒地下世界の人脈は絶対にあの当たり枠ではないから、こっちが真ん中だね。そうだね、まずこれがそうだね、軽いジャブで、で最後にストレート、青い、青の昔のあれかな、何分かんないでしょ、これだけで、これだけで何が分かるの、え、何だと、カウンター、カウンター、ゼロマナカウンター、フォーソービル、うん、フォーソービルはね、こうもっとあの古いからこんなに、ああバカで、おお、マジでこれいくらのくじだよ、マジっすか、これ基本に帰れっつってね、あの3万のエンチャントであの基本地形が起きなくなるんですけど、あのこれね、もう何が起きたか知らないですけど、ここ1ヶ月ぐらいで7000円ぐらいまで値上がったんですよね。
マジで、うん、だから7000円ぐらいが手に入りました。マジで。てか俺ね、基本に帰れが出たらいいなって思ったわけよ。ただの9枠青っていうだけでピンポイントで当たったから喋っとけよかったの。すげえミスった。これ今んとこのぶっちぎりの当たりですね。これくれた人はいくらの、いいことがあります。ちょっと いいことがあります。間違いないです。もういいことは確実です。俺らの動画にいいお土産をくれた人はいいことが起きる。もうそれはね、もう遥か昔から言われてるんで。そういうの死んだやつはいない。そうだ、死んだやつは、うん、死んだやつはいない。まだいない。なんか1枚だけだ。うわーすげえ、基本に帰れだ。これもう いきなり、あ、違うわ。この後にレアが控えてると。はい、白の、白の何、白の R、はい、それ期待できないんじゃねえ。4番しかもアモンケットでしょ。何これ、これ何これ、なんか突然、なんか別にどっちが表でも問題なかったみたいな。これは基本に帰れがあったから。なるほどね、基本に帰ったわけだな。そのマジックのそのレアのありがたみ、一枚一枚のありがたみを思い出そうという。え、じゃあこれも同じ感じ。これさ、タイソーの箱に入れることある？わかんない。しかもなんかいきなり、あ、そうか、同じか、同じだ。え、じゃあこれもそのフンボ嵐から、で次がね、地表を形成して、これさ、これは100円以下なんじゃないか。これであの箱の方が高くつくでしょ、もう何なら。で、次って不思議なバトロコさんからレッツさん。あ、そうなんだ、レッツさん。そう、いつものってくれる人。え、あのいつものをくれるレッツさんだったら、それはもうとんでもねえものが入ってるに違いないっていう、俺が勝手にハードルだけを座って。なんかすごい、なんかいつも持ってきてくれて、本当申し訳ないけど。そうだね。いや、そうだ、そんな感じで。何でもね、くださるだけでも感謝、感謝。これでもバトロコのくじってさ、結構高いのしかないと思う。最低でもその1000円くじとかだから。そうだよね。何くじだろうね。え、でも3枚入ってる。立ちくじかな。てかなんで、あ、違うね。あ、違う。多分、てか待って、これさ、あ、カーンじゃん。え？次はその、収録されるカーンの一番最初の携帯ですね。そう、このカーンはね、一番最初、クリーチャーでね、めっちゃ弱いんですよね。5マナ44で、こいつが、ブロックされると、あ、されるかしたら、88になると。だから、まあ、戦闘だけ88になれて、で、1マナでターゲットノンクリーチャー、アーティファクトクリーチャーでパワー。あ、え、ってかこれ強くね、結構。一番でアーティファクトを、その、クリーチャーじゃないアーティファクトをクリーチャーにできるんですよ。で、それが、パワータクネスがそのマナコストっていう。だから10マナのアーティファクトは10で殴れるっていう。しかもそれがたったの1マナで使えるカーン。これ、一応再録禁止なはずだから、高い。高くはない。で、フォイルだね。R のフォイル、3、4、3、4でなんかいいフォイルってある？全然思いつかない。テフェリー？え、これはいいでしょ。テフェリーはね、5マナ3、4瞬速で出た時に、あ、出た時にじゃないか、そのこいつがいる限りクリーチャー全部瞬速持って、で相手がそのソーサリータイミングで呪文唱えられなくなるんで、もうザ・サイコショッカーですね。だからコントロールとかにこれ出すと非常に強みます。でコントロールにもその出しやすい瞬速持ちっていうので、なかなかのね、コントロールメタなカードで、しかもそれが光ってる。これこれちょっと待って、これレッツさんが作った説ない？だって次のドミナリアに合わせてきてるでしょ。ちょっと待って、それかバトロコがめちゃめちゃおしゃれ感どっちか。じゃあお前すごい推理力が、その線ある。だからこれが最後、これジョイラとかだよ。うわー、絶対そうだ。お前すごいな、よく当てた。レッツさんが作ったやつ、これ絶対それ。バトロコで買ってねえよこんなん。だってこんなしっかり合うわけないもん。お前なかなか推力高かった。俺一人だったらジョイラだ、テフェリーだ、カーンだ、終わりだと思う。レッツさん、ね、いつもおしゃれな、ね、ことするよね。そう、この3人はね、次のね、ドミナリアのね、主人公なんでね。そう、こいつらのオリジンを手に入れたっていう、すごいありがたいこと。まあ、よく言えばね、これがプレインズウォーカーのカーンだったらもう最強だったけど。言うなよ。さすがに高望みしすぎとかいうレベルを超えてしまってるから。うわー、でこれ最後なんだろう。これはローさんの100円くじ、うん、100円くじ、最後に、最後に100円くじ持ってきちゃったよ。最後に100円くじ持ってきちゃった。まあいいや、じゃあ楽しもう。100円くじだからね、そんなもん何が出ても知性ぐらい。これ確かに頭悪くなりそうだな、これずっと見てたら。3マナで、続計アップキープ開始にライブラリーの一番上見て、こいつと同じクリーチャータイプだったら、あ、各プレイヤーハンド全部で4枚引くと、なんかすごいランダム性が強すぎるね。あー
利益の収集艇。ああいいね。利益の収集艇はこれからもスタンで活躍する一枚なはず。それでも今のところあのこれじゃない面白いな。知性ぐらい。これあのナウシカでさ、シシガニ様途中こんな顔してる。してるね。あのこれすごい、あの的を射たこと言ったわ。あの首切られた瞬間ぐらいのシシガニ様こんな顔だった。あ、誘惑。おー、ヨグモスの行動計画だ。ヨグモスの行動計画はね、あのヨグモスの意志の永続版なんですけど、ヨグモスの意志は墓地のカードもキャストし放題になるんですが、これはね、ずっとキャストできるんですけど、一旦に一回しかできなくなるっていうので、まあ、普通に考えたら意志の方が強いですね。あ、ヤヤバラートだ。おー、これもね、次のあの、うん、ドミナリアのね、主人公の人ですよ。主人公かどうか知らんけど。え、これでも100、よくね、これ100円になったら、おー、え、待って、これ当たり箱、当たり。当たりだね。100円でこれ当たりでしょ。ヤヤさんもだって EDH とかでまあまあ人気あるからね。一応こいつ効果読んどくか。一番のタップで青のパーマネントを対象として破壊する。これ破格すぎるだろコスト。何これ、タップとハンド1枚で青を破壊しちゃったよ。で2番のタップであの1点火力違うか3点火力か。そう、ハンドとタップで3点火力で最後が7番で全体5点6点火力。そうだから普通にね生かしといたらやばいシステムクリーチャーですね。おお。でこれでもね最後のやつはねこれ自分にも食らっちゃうから、まあ、自分モルトも死んじゃうっていうのでちょっとなんかその最終奥義感がある。ちょっとプリンズウォーカーっぽいクリーチャーですね。で最後じゃあ最後じゃねえ、まだ全然ある。おおおおおお、これ100円安いね。オムニクシリス、カマキリの乗り手。カマキリの乗り手ね、パウパーとかで使われる。パウパーで使えない、うん、何で使うの。これはね結構モダンのトリココンで、あのあれあのトラフトの代わりに入れたりします。こいつねなかなか強いんですよ。稲妻で落ちちゃうんですけど、あのもう3から始まって3でブロック入れるんで、これね想像以上に使うと強いですよ。だ今後のモダンシーンでもね活躍する1枚になるんじゃないでしょうかと俺は読んでる1枚。そうね、あのね稲妻で死んじゃう3マナって弱いだろうって思うかもしれないけど、大草原、大草原かわいいね。3マナでしかない。3マナ1日でタップ、あーなるほどね、沖カンスペか。沖カンスペだけどクリーチャーか。あー沖カンスペはね、カンスペのそのエンチャントってかその置いておける系は強いんですけど、こいつクリーチャーなんで簡単に避けられてからその本当にキャストしたいの唱えられちゃうから、ね、で最後これね100円くじにしたら本当にいいね。これは有料店フォイルがある。てか最後なんかフォイルまみれじゃない。あ、森の戦術、これはいいよ。これがねあのおばさんじゃない、あのなんか弱さんじなんですけど、まああのイラストはいいよ。で最後、あ、ミシュランの螺旋。うわー、ミシュランの螺旋もな、これも昔は超高かったな。これ5マナのアーティファクトで X タップで土地 X タップできるんで、そのまあコントロール相手とかにね出してエンド前に全部土地寝かせますだったら、もう最後こっちとどめのカード出せるんで非常にいいカードですね。でまあ再録禁止のはずなんで、高くなったら高くなる、高くなったら高くなる、当たり前のことを言ったんだけど。まあ、そういう一枚で、森の戦術もモダンとかで非常に人気のあるカードなんで、このね、これあのフライデーでしかもらえないやつなんで、欲しい方はね、もうフライデーに出れないんで、高くなること間違いなしの一枚ですね。っていうことで、まあ、お土産全部開封しました。それでは皆さんお待ちかね、でん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 で